だいたい小さいので3日目ぐらいから、大きになると1週間から10日寝かせないとダメですね。で食べ比べるとやっぱり脂のある方の方が美味しく感じるから、それでトロトロと言うんだと思いますけど、全然は大トロ全然使ってないんだから、みんな焼いたり煮たり、大トロっていうのはどこでもそんなに変わらないんですよ、大トロまで行くと。だけど中トロ赤身っていうのは非常に微妙だから、そのマグロによって味が全く違ってくるから、味見をするんであれば赤身と中トロが一番見やすいという。どれでもいいっていうわけじゃないから。マグロには、マグロに関してはプロフェッショナル、エビに関してはプロフェッショナル。各いろんな部門でプロフェッショナルなの。で、うちは寿司としてはプロフェッショナルだけど、各部門的には彼らの方が上な部分が結構あり、多い部分があります。まあ、信頼関係ができてるから。